上越市立歴史博物館は、新潟県上越市の高田城市公園にある博物館である。建築家、吉田58が設計した国の登録有形文化財、小林古形邸に隣接している。高田市政60周年記念事業の一環として計画された。建設中に高田市と直越市が合併して上越市になったため、1972年4月に、 上越市立総合博物館として開館した。1992年に上越市がスキー発祥の地金谷山に日本スキー発祥記念館を別にオープンしたことからスキーに関する資料はスキー発祥記念館に移管された。2000年7月から収蔵庫及び展示室等を増床する増改築工事を実施し2001年9月29日にリニューアルオープン。 2004年4月からは、小林古景記念美術館と施設を共有して、運営している。館内には、休憩スペース、図書コーナー、ラウンジがある。上越地方の歴史、民族資料のほか、郷土ゆかりの美術作品を収集し、年4、5回の企画展が行われるほか、歴史や美術をテーマとした特別展が開催されている。2018年7月21日、 小林古系記念美術館と施設を分離し、上越市立歴史博物館としてリニューアルオープンした。なお、小林古系記念美術館は、小林古系邸式地内への移転の上、2020年10月3日に新築開館した。上越地方の縄文時代から近世の出土品を収蔵している。上越地方の中、近世の資料を中心に収蔵している。 雪国の生活風土から生まれた大餅ぞりなどの雪上運搬具や、漢字機、箱下駄などの雪中歩行具を中心に衣食住に関する資料を収蔵している。上越市ゆかりの作家の作品を収蔵している。上越市立歴史博物館ご利用案内を参照。高田城市公園内にあり、同じく園内に立地する小林古経典に隣接している。 アクセス方法の詳細は、高田城市公園アクセスを参照。ありがとうございます。